はい、こんにちは、レトスの小野です。今回の動画のサムネイル、あなたは2025年宅建合格できるっていう、サムネイルだったと思うんですけれども、まあそれを見て本当に合格できんのかと、小野さん嘘言ってんじゃないよと思われたかもしれません。ただ今この動画を見ているあなたは来年宅建合格できる確率が非常に高いです。それはなぜか、試験が終わってから、まあ、大体2週間ちょっと経っていますよね。自己採点をして、ああもう合格予想ライン達成してない、到達していない、ああもう今年ダメだって思われた方は、意外とこの時期勉強休むんですね。ちょっと休憩してからまた勉強しようって思う方が非常に多いんです。なんでそういった人が多いと私がわかるのかっていうと、 YouTube の再生回数見たらもうすぐわかっちゃうんですね。試験前っていうのは非常に動画の再生回数多いんですよ。つまり勉強しよう勉強しよう、あとちょっと頑張ろうっていう方が多いんですね。で、一方で試験が終わると一気に再生回数少なくなるんですよ。もちろん合格した方は見なくなります。でもそういった方ってまあ大体合格率まあ 17% ぐらいじゃないですか。で、多く見積もってもまあ 20%30% ぐらいですよ。でも実際動画見ている方、また私のメルマガを見ている方、半分以下に減るんですね。つまり一旦勉強をやめちゃう、休憩しちゃうっていう方が多いんです。じゃあその方々いつから勉強を始めるか、意外とダラ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 勉強開始するのが遅れて4月とかになっちゃう方も多いんですね。もうそうなってくると課題解決をする時間がほぼほぼないんですよ。宅建試験に落ちたということは何かしら課題があるわけじゃないですか。その課題を克服しない限り、どれだけ勉強したとしても結局結果は同じなんですよ。だからこそこの今の時期に課題解決をしていただきたいんです。なんで合格できなかったのか、またどうしたら合格できるようになるのか、ここまで考えて、で勉強として実行に移していただきたいんですね。そして実際合格できない人の原因として多いもの、つまり課題として多いもの、例えばこんなものがあります。勉強の仕方がわからない、計画の立て方がわからない、モチベーションを維持できない、そもそも何が原因かがわからない、いろいろ人によって課題原因って違ってくるんですね。でもしあなた自身がもう課題わかっていて解決策もわかっているというのであれば、もう今すぐそれを実行してみてください。で、2週間とかやってみて、また課題が見つかったらさらにそれを克服していく、それの繰り返しをやっていけば合格に近づいていきます。でも一方で悩みはあるけれども解決策がわからない、どうするのが一番適切かわからない、もしそう思われているのであれば、お気軽に私に直接メールいただければと思います。今が勝負どころです。他の人はまだ勉強開始していない、そういった方多いんですよ。そんな中で今あなたはこの動画見ていただいているわけですよね。この時期に課題解決できれば、これからの勉強が勉強した分だけ実力上げていただくことが可能になるんですよ。課題解決しないまま勉強したとしても一向に実力って上がらないまま終わっちゃうんですね。まだ今からだったら試験日まで11ヶ月あるわけじゃないですか。早い段階で課題克服すればその分実力も上がりますよね。もしどうやって解決したらいいかわからない、解決策わからないというのであれば、ぜひご相談ください。もちろん無料です。これまで私自身宅建試験のご相談でいうと、もう1000名以上の方からお悩み相談受けてきました。まあ、というのも私自身がこの宅建の個別指導を始めて、13年ぐらいかな、まあ、経つんですよ。なので、まあ、1000名ぐらいの方からお悩み相談受けてても別におかしくないですよね。まあ、年間で言ったら80人か、80人以上はご相談いただいてます、正直言うと。なので、まあ、1000名では全然足らないぐらいです。もっと多いです。それぐらいの方からお悩み相談受けて解決策の提示とかもさせていただきました。自分一人で考えているよりも人からアドバイスもらえた方のが別角度からの答えが見つかることもあるんで、遠慮なくメールください。この動画の下に私に直接つながるメールアドレス記載しておきますので、もうそこから直接メールいただければと思います。どっか登録フォームから入力するとか不要です。もう直接私にメールいただければと思います。
もし来年絶対合格したいというのであれば、お気軽にメールいただければと思います。あなたからのメールお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。